上徳殲滅作戦とは、日中戦争中の1943年11月から12月の間に行われた湖南小北部での日本軍と中華民国軍の戦闘である。上徳を拠点とする中国国民党軍の第6戦区軍に日本の第11軍が相当の打撃を加えた。日本軍の一組名は予防作戦。中国側での名称は、 上徳海戦。九百四十三年九月、太平洋方面で日本軍が次第に劣勢となる中、日本は絶対国防権を構想し、その守備兵力として中華民国方面の戦力を大量に転用する工業転用を計画した。その内容は五個師団を即時転用するほか、気候志願一個を含む五個師団を大本営直轄に移すというものだった。 これは広大な占領地を守る中国方面の日本軍にとっては負担であり、中でも霊下7個師団のうち精鋭3個師団の抽出が予定された第11軍では大問題となった。そこで第11軍司令官横山勲中将は自軍の戦力が十分なうちに出撃して中国側の戦力をそぎ、以後の防衛作戦を容易にするという作戦を立案した。 具体的には中国の第六戦区軍の拠点である常則に進行して守備隊と救援に来るだろう中国軍を補足撃破した上すぐに撤収するというものだった横山中将の上進を受けて大本営は上徳作戦の実施を許可したその目的としては中国戦線の維持に加えビルマ戦線への中国軍転用を牽制することも公式には 作戦目的とされていたが、横山中将の主たる意図はあくまで中国戦線での積極防御にあった。一組目の予合作戦は横山軍司令官の頭文字と推測される。なお、交合転用準備は並行して進行中で、10月頃には先見隊がマリアナ諸島などへと出発し始めていた。参加兵力は30個師団から42個師団を数えたが、 多くの師団は実兵力3000から5000人程度で装備も不十分なものが多く日本軍の師団より甚だしく劣弱であった。総兵力は約20万人である。航空兵力としてアメリカ陸軍航空軍の部隊が協力し始めていたがまだ完全に制空権を握ってはいなかった。日本軍は第一期作戦として水北岸までの戦への進撃を目指した。 11月2日の作戦開始を決めた日本軍は、10月末に、長江を渡過するなどして、初期位置に集結した。北から順に、第39師団、第13師団、第3師団、第116師団、第68師団と並んで南西方向へと進行を開始した。日本軍の出撃を知った、中国側は、第6戦区軍令下の、第10集団軍。 第26集団軍、第29集団軍を、海よう、儀伊勢及び、東洋北西に展開させて、阻止攻撃を行わせつつ、上徳は第74軍に固守させることにした。そして、第18軍が機動反撃し、日本軍を同帝湖畔に押し込んで殲滅するという、作戦計画を立案した。しかし、大雨による土砂崩れが起きたりしたために、 第10集団軍などの移動が遅れ、中国側の計画は崩壊してしまった。日本側の第1期作戦は順調に進み、第13師団などは11月6日頃まで本格的な抵抗には遭遇しなかった。中国側は第79軍の第194師団などが激撃破されてしまった。日本側が警戒していたアメリカ軍機の空襲も想定よりも少なかった。 11月13日までに日本軍は予定の地点に到達した。すぐさま日本軍は第2期作戦として上徳への進行に移った。第13師団と第3師団、第116師団が南に転進して上徳を西側から迂回し東側から進行する第68師団と協力して変翼包囲する作戦だった。第39師団は ギットから関与側に沿って側面援護に着いた。中国側もこの頃には有力な抵抗ができる状況となった。中国側の資料によると、上徳に日本軍を誘い込んで殲滅する新たな作戦計画に移行したとしている。水岸から上徳西方にかけて中国軍の部隊が次々と進出し、迂回包囲を試みる日本軍部隊と激突した。 中国側の抵抗で日本軍の不評第65連隊は連隊長が負傷し一時は軍機の焼却を検討するほど追い詰められた。音声や交尾、交を拠点としたアメリカ軍機による航空支援も活発化し上徳陥落までに261回もの出撃を行った。11月25日には P-40 戦闘機の攻撃で 日本軍不評第六連隊、中畑守一連隊長が戦死した。それでも日本軍の進撃を阻止はできなかった。水岩の石門県などを守備した中国第73軍は兵力の80%を失い、霊下のしばらく変第五師団は師団長の奉仕両将軍までも戦死した。他にも数士西北で第十四軍の第百五十師団が撃滅されて、 巨国アキラ師団長が戦死するなど、中国側は損害が続出した。上徳南西の闘厳も落ち、日本軍の包囲網は一応完成した。上徳城には中国第74軍の第57師団少将が守備についており、河川や水棒を活かして、堅固な陣地を構成していた。11月22日、日本軍は第116師団が担当して、 工場戦を開始したが、外角陣地で激しい抵抗を受けて、不評第109連隊長の布上、小一大裁か多数の死傷者を出してしまった。予想外の苦戦に、日本側は第11軍司令部が直接の作戦式に乗り出し、11月25日から第3師団と第68師団の一部を加えて、第2次総攻撃を行った。激戦の末、 28日から29日にかけて日本軍は城内に突入したが中国軍はなおも市外線で抵抗し家屋を一軒ずつ破壊制圧するような戦闘が続いた29日には日本軍は市外に放火して破壊し作戦を終えるよう命令を発したがレンガや土壁作りの建物が多く失敗したそこで日本軍は包囲陣の一部を解放することで守備隊の 脱出行動を誘うことにした中国軍はこの計略に乗せられ、吉団長は一部の部隊とともに場外へ脱出し、後の指揮は連隊長の一人に委ねられた。12月3日、日本軍の最後の総攻撃で中国側指揮官の連隊長は戦死し、上特上守備隊は降伏した。中国側記録によると、第57師団は主幹の95%が死傷し、 重火器の90%を失うまで戦った。日本側の記録によれば、日本軍の損害は、戦死72人と戦勝148人。中国軍の損害は、行き死体502体と捕虜540人であった。中国軍のあまり師団長は、部下200人とともに撤退に成功し、7日に下腕の新編第11師団に収容された。 上徳城,城の包囲戦の最中、中国大0軍は海外恋作戦を試みていたが、12月1日に予備大0師団長である孫、明金将軍が選出するなどして、失敗に終わった。なお、中国側は、この上徳の戦闘において、日本軍が化学兵器を大量使用したと主張している。この間11月下旬には、湖北省西部において、 中国軍が日本軍拠点に対して頻繁な反撃を試みている。中国側によれば、11月25日には東洋で日本軍800人を殲滅し、航空機2機を破壊した。また、11月28日には、流線砲でも日本軍300人を殲滅したほか、京門の日本軍物資集積所や飛行場を破壊したと主張している。 上徳の占領を終えた日本軍は第3期作戦として占領地を放棄して初期位置への撤退を始めた。第11軍の予定では3日以内に撤退開始のはずだったが、死な派遣軍司令部からの指示で撤収が延期され、12月11日に第3期作戦開始となった。これは11月25日に台湾の新築市が 中国本土からの空襲を受けたことをきっかけに、飛行場制圧のための大陸脱作戦の構想が浮上したため、作戦拠点として上徳を確保しておくべきとも思われたからである。結局は大陸脱作戦時に改めて進行を行うことに決まり、今回は撤退することになった。中国軍は撤退を始めた日本軍に対して積極的な追撃を行った。 中国側の反抗は11月下旬からずっと続いていたが、一層激しさを増してきた。日本軍の撤退が遅れたことで、中国軍は体制を立て直すことに成功しており、有力な反撃を行うことができたのである。中国軍第132師団は、断水町付近に日本軍が撤退援護に残していた宮脇市体を攻撃し、日本側が 第13師団の一部を救援に送らざるを得ないほどの力戦をした。中国側は12月22日までの追撃戦で日本軍に大損害を与えたと主張している。ただ中国側も反撃局面でも大きな損害を受けている。12月末までに日本軍は作戦前の地点へと帰還した。上徳は再び中国軍の支配下となった。 日本軍は上徳の一時制圧と中国軍の撃破という目標を一応は達成した。日本側の戦火記録によると12月8日までの範囲で中国軍の損害は行き死体29,503体、捕虜14,025人に上った。行き死体数記録は課題であるとみられ、戦死者の実数は1万人程度とも推定されるものの死団長3人が戦死し、 三方、対戦車砲、迫撃砲、計150門余が露獲されるなど、中国側の損害が大きかったことは確かである。日本軍の損害は、日本側記録によれば戦死傷1万戦。これに対し、中国側も、自軍の勝利を主張している。中国側によれば、日本軍の損害は、死傷4万人以上、中国軍の人的損害は6万人とする。 戦略的には、日本側の上徳占領の目的を失敗に終わらせ、すべての占領地を奪還した中国軍の一大勝利であり、しかも余裕のある勝利だったと称している。中国側には、日本の大陸脱作戦を有効に防いだとの評価もある。容易に勝利を得られたことが、帰って満身につながり、次の大陸脱作戦における敗北を招いたとの評価もある。 ただし、記述のように、日本側資料によれば、上徳他の高級戦領はそもそも日本側の、本来の作戦意図ではなく、撤退は、予定通りの行動に過ぎないものであった。また、直接に、大陸脱作戦のために実施された作戦でも、なかった。本作戦中から猛威を奮るい出した、アメリカ第14空軍の存在は、新築空襲の一件もあって、 日本軍に強く意識されるようになった。その結果、連合国側の飛行場を陸上侵攻によって破壊するという構想が浮上し、大陸脱作戦が実施されることになる。上徳作戦実施のきっかけとなった、皇后天皇は、大陸脱作戦の実施に伴い、1944年1月22日に中止が決定された。ありがとうございます。